真珠、それから引っ越せない気持ち、2曲続けて聴いていただきました。まあちょっと最初に歌っとこうかな。あとあと時間がなくなって喋れなくなったらちょっと嫌なので喋りたいんですよいっぱい喋りたいでしょ、喋りたいでしょ、そうでしょ、だから歌います。今から皆さんに私以外の誰かアーティストさんのなんかこういう曲歌ってほしいみたいなのがあればっていうリクエストの中に何曲があって、でそれをまあ今回やるんですが、くっちゃん何やりたい？ それは優しさですね。そうでしょ、すごい優しさでしょすごい優しさでしょ。何にしたい？じゃあ君の好きなとこ、好きなとこ、 OK。 平井堅さんの君の好きなとこっていう曲がリクエストされていて、マリリンさんからね、ペンネームマリリンさんからリクエスト来ていまして、ボリューム2のライブの時に、何のボリューム2だろう、これかマニアックライブのことかな、の大阪の時に歌詞で僕とか男目線のものが最近好きだと言われていたので、そんなこと言ったの私。へえ。この曲は歌詞も可愛くて男性の気持ちだけど、あやちゃんが歌うともっと可愛く歌ってもらえそうに感じたのでリクエストします。可愛く歌います。でもこの曲もともと私すごく好きで、天海祐希さんが主演で出られていたドラマの主題歌だったの確か。その天海さんがオープニングの中でこう揺れながら歌ってるのとかもすごい可愛くて、もともと好きだったから、なんかいろいろあったんですよ。誰だったかな、 XJAPAN とかリクエストしてる人がいて、この形でどう表現する、 X どこのタイミングでやるんだよっていう、マニアックライブってこういう形だ、だいぶ定着してきてると思ってたんだけど、まだちょっとつかめてない人いるみたいよこの中には。そういうのもあったんだけど、やっぱこうやりやすい形のやつをチョイスさせていただきました。じゃあ早速平井堅さんの君の好きなところ聞いてください。直接顔見